はい、今回はですね、マイナーチェンジ後の新型 NBOX の見積もりを取っていきます。で、改良後のまた新しいオプションがラインナップしてるんで、まあ、おすすめのオプション環境を紹介していきながら見積もっていきます。で、今回は標準車の EX ターボですねの肉の方で、ツートン仕様がない8色、グリーンが1906で、ブラック、グリーンが無料でブラックも無料で、シルバーが無料、ホワイトは有料色33,000で、ホワイトパール1961高いですね、55,000ぐらいで、ピンクも33,000で、ブラウンも33,000、有料色なんで、まあグリーン選択して、シートカラーはまあマイチェン前と一緒で、色使いがまた違うんですけどね、ブラウン×アイボリーで、標準車の方も特に大きな変更点はないんですけど、まあ、フロントマスクを中心にデザインが変更されてますね。メッキ加色が増えて、で、メーカーオプション、標準車の最上級グレードなんで、まあ、メーカーオプションも豊富で、電動格納式ミラーとか助手席スーパーサイドシート、プラズマクラスターのフルオートエアコンとか、まあ、両側とも電動サイドドアで、で、サイドエアバッグ、シートバックテーブル、フロントがシートヒーターで、まあ、選択肢はないんでディーラーオプションに進んで、ベーシックアイテム、新車パッケージ、高い方のマットバイザーロックボルトライセンスフレーム、メッキタイプ、4点セット51,700円、工賃が6,314円で、まあ、ラバーマットはスルーして、マットガード12,100円で、エクステリア、ラクドアパッケージ、これどうなんすかね、別にドアノブを引いたら自動で開くんで別にやらないですけどね、43,200円ですもんね。しかも左右別みたいなんで、まあ、今回はスルーして、こっちの方がいいんですけどね、オートサイドステップ100,000超えて、ただ幅が短いように、まあ、縦も横も短いように思うんですけどね、102,300円高いんでスルーして、こっちはボタン押したら開くやつですね、まあ、これはもう嫌ですね。で、足をかざせば開くやつが24,200円、まあこれあった方がいいんで、アタッチメントが、まあ、アタッチメント含んでも29,200円、30,000切るんで、パーキングセンサー、アタッチメント含んで26,000ぐらい、表足ホグライトはスルーして、まあホグも役に立たないんで、デカール関係、フロントリアでサイドついて、で、今回金のステッカー8,800円、ドアエッジモール、まあ壁に当てるときとかあった方がいいんですけど、ドアミラーカバー8,800円、 LED ライセンスランプ3,300円、まあこれつけといて、で、プロテクションフィルム、まあ今回高い方ですね、クロームメッキの方8,800円つけて、これボディ色によってはすごい目立ちますけどね。リアカメラで、リアカメラの水滴クリーナー、リバースレンド11,000円。エアロパーツ、テールゲートスポイラー。カスタムの方は確か付けないんですよね。まあ、選択して。で、ホイールが5種類。55,000、105,000、81,000。まあ、標準のやつで。
かっこいいんで。で、インテリア、収納パッケージ、大型ルーフコンソール、バニティミラーの上に収納スペースがついて、ラゲッジトレイがついて、防水用のラゲッジトレイですね。22,000円、これつける人多いでしょうね。控えのアイテム、スカッフプレート、まあこれも29,700円、フットライトもブルーの方ですね。ドアレコはまあリア用が27,500円、セットのやつ53,900円、車載機はもう安い車載機で11,000円、アームレストコンソール、まあ収納付きで14,850円、まあこれを選択しておいて、インテリアパネル、昔からチャンネルを見てくれてる人は気づいていると思うんですけどね、もう再生数がもう全然上がらないんで、もう感想的にも動画の方を作っていこうかなって考えています。もう下手したらチャンネルの方ですね、チャンネル自体はもう移動するかもしれないです。もう関連動画にも乗らないですし、インプレッションがもうかなり下がってきてるんで、まあどんな動画を上げたとしても2000再生もいかないですよね。もう最近3桁の再生、1000再生を来てるんで、人動画にする時間かけてアホらしいですもんね。で、インテリアグッズ、キーケースも2つ、猫のやつと安いやつ、ブルーですね、シリコン製で1430円。で、あとはナビも一番真ん中のやつですね、更新付きで14,800円で、見積もり結果で、もう車両紹介とかに関してもテロップとかもなしに、もタイトルとあとは BGM つけるぐらいで、あとはカット割りですねするぐらいで、もうテロップの方もつけないようにします。で、 N ボックスの標準車の EX ターボ、肉の方で総額251,320円で、内訳はこんな感じですね。車両本体、まあ外装も内装も無料、メーカーオプションも無料で、ディールオプションはまあこれだけつけて、で、諸経費97,290円、10万切ってますね。まあマイナーチェンジでもうモデル末期なんで213,000引いてほしいですね。はい、ということで今回新型 NBOX 標準車の EX ターボの方を見積もってみたでした。